桜坂46の3期生による単独ライブ大阪公演が 8.9 日に大阪城ホールにて行われた。昨年の新参者ライブアットシアターミラノ座以来となる3期生単独公演は、当初9月 12.13 日の東京国立代々木競技場第1体育館のみでの開催予定だったが、その盛況ぶりを受け急遽大阪の追加公演が決定。翔桜玲奈は腰の痛みにより東京公演から引き続き欠席となったが、同じく東京公演を休演していた向井篤葉は楽曲を制限しての出演が実現した。最終公演となる9日の大阪公演では、向井&山下ひとみ好きによる影穴に続いてオーバーチュアーが流れ始める。そしていくつもの部屋が立体的に並ぶ雑多なステージセットにメンバーが一人また一人と登場。最後に谷口愛希が登場。部屋のテレビをつけると様々なメッセージが流れ始めて、会場が暗転した後に谷口を中心にした編成で承認欲求からライブはスタートする。難易度の高いこの楽曲を小田荘&向井を各9人という少人数で見事に表現。曲中盤では激しく切れ味の鋭いダンスパートをフィーチャーし、谷口の全員叫べという煽りとともに客席のボルテージはさらに加速していった。ハードロック色の強い SE に乗せてメンバーがステージ上に散ると、続いて村井優をセンターに据えたノーバディーズフォールトへ突入。凛々しさや美しさをにじませたダンスと力強い歌声で見るものを引きつけると、村山美和の最終日ですよそんなもんですか、バディーズ楽しめという煽りを合図にマンホールの蓋の上へとつなげる。全身全霊のダンスで全力ぶりを見せるメンバーに対し、客席のバディーズもクライマックスかのような盛り上がりで応えてみせた。